さあ注目の郡司、パジキ返した、移籍後初ヒット、山本由伸から放ちました。郡司裕也いきなり打ちました。いや素晴らしいですね、です素晴らしいストレートな、いい当たりだ、レフトへ、どうだ、フェンスに当たってホームランです、ホームランです。センター返した、辰巳が間を割っていきます。ランナーそれを確認、一人目回った、そしてもう一人三塁キャンバスを回ってホームに向かってきます。ホームインです。2対1郡司勝ち越し、方向ライトの前で弾んでいます、落ちるのを見てから三塁ランナーがスタート、代打郡司のタイムリー、フォーク拾った、左中間へボールが転がる、二塁ランナー三塁を回ってフォークへ入ってきた、フォークを捉えた、4対4同点。郡司サードの頭上タイムリーヒット、さらに1点です、ね、引っ張った、郡司の打球ぐんぐん伸びて、ぐんぐん伸びて入りました。郡司の2号、元気づけるよ、おこれもぐんぐん伸びた、今日2本目郡司裕也、早慶対決郡司が2本目、次の1点はファイターズ、ここもチャンスでの打席、右方向ライト破っていった、さらに1点、もう1点、2打席連続の2点タイムリーヒット、右方向今日4打点。いやーもう素晴らしいとしかね言いようがないですよね、アウトコースのね難しい球、初球から叩いて1、2塁間逆口の横抜けていった、代打郡司のタイムリー、引っ張って三遊間、いいスタートを切っていた松本が帰ってきます、ファイターズ2アウトから追加点、3対0、スライダーなんですよね今のもね、今清水さんが変化球が球